ラッセの会の三国天武道家でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は200人組でやっていこうと思います。相手の方はレベル115からのスタートですけども、115とは思えない何か施設の硬さを感じますけどね。やっぱこれは商業施設をあまり育ててないからでしょうね。市場とかあと農地なんかが全然レベルが上がってない感じはします。ただ中心付近の施設は結構上がってきたので、そろそろ厳しいかなという感じがしてきましたね。援軍は入ってますね。ただ釣れるところがちょっとなさそうなので、転移で釣るしかないかなという感じがしますね。で転移で釣るとなったら回復報酬と壊したいので、ここら辺ですねを転移で壊していけたらなと思います。で今将校を使ってるんですけど、将校はこの辺から出してこの3つ狙っていきたいかなと思います。でそうですね、文王でこの辺狙いましょうか。でそうすると主君で多分これ4つそんな都合よく壊れないと思うので、ここら辺を狙うのに、そうですね、こっちから出すかこっちから出すかは転移の働きを見て決めようかなと思います。で自爆が報酬塔と諸葛震度ですね。諸葛震度は結構中にありますし、報酬塔も全部中にあるということで、いきなりなんか厳しそうな相手ですけども頑張っていきましょう。そしたら始めます。はい、そしたら打つタイミングを測っていきましょう。これぐらいでいいかな。さあどうだ。おお、かなりいい働きしましたね。これは取ったんじゃないですか。ほんとこの働き次第みたいなとこありますよね。で、こんな感じか。で一応弓騎兵を念のためにこんな感じで、で主君はそうですね、どこ狙おうか、どこでもええな、適当にこのくらいのとこか出しとこうか。あー将校がちょっとそれましたね。ただ将校が全部倒しましたね。これで報酬塔と諸葛震度だったと思うんですけど全部なくなりましたね。いやー天意様様ですね。今回は逆に天意が働かんかったら難しかったんちゃうかなと思うんですけどね。これは下手したらもう両もいらないぐらいの感じでいけそうな感じではありますね。あ、諸葛震度1機だけ残ってるか、しまったな。まあまあ大丈夫でしょう。あ、投降兵だいぶやられてしまいましたけどね。あー憑依台が最後になったか。あ、寝返ってる。撮影しながらだとこれがわからないんですよね。ここは厳しいとこですね。あー量もいるかもわからんな。ん、いや大丈夫か。これでもう全部の施設ターゲット取ったでしょ。あ、上の軍機がまだか。これでターゲット取れたかな。孫公平が言ってますけどちょっと時間がかかりそうなので、はい、狼出して3枚取れましたね。そしたら次の方行ってみましょう。はい、うわー武将が中途半端な位置におるぞ。また嫌な陣形ですね。援軍もそうですね、流星度ぐらいで釣れるかなーって感じですね。
そもそも、あ、入ってますね。今日土曜日なんで、やっぱり軍団戦に備えて援軍入ってる人多いですね。うわ、これ困ったな。やばそうな陣形ですね。ここ猛角なんで、こっちから文王行きたいとこですけど、煉獄と表意台がダブルであるんですよね。これはひどい陣形だぞ。将校で、どっから将校出してもあんまし活躍しそうにないんよな。編成変えるかな、これ。将校、そうですね、孫権ぐらいに変えてやってみようかな。で、天意でこの3つ壊して、で、孫権でこの2つを壊すと。で、そうなったら残るのが、まあ孫権でこれも壊れるわね。そうですね、あとは将校はいないんで、主君のこれを壊しとかんといかんのですよね。主君でここ行こうか。で、文王でここかな。で、両毛でこれぐらいにしようか。そしたらちょっと編成、その前に自爆も見とこうか。奉仕刀と諸葛震度ですね。諸葛震度はかなり深いな。うわー、これ嫌やな。攻めたくないな。ちょっとそしたら編成変えてきます。はい、編成変えてきました。あとは中心の奉仕刀のあたりを武将で狙えるかというところなんですけど、この辺かな。いけ。お、ええぞ。これはめちゃめちゃ働いたな。これいけたんじゃない？これいけた気しますね。そして、孫権で、この辺狙おうか。よし。で、主君ですね。主君で。ちょうど2挙狙ってくれたらいいんですけど。いけ。ああ、左が壊れんか。これ中入ってってもう主君、終わりですよね。お、まだいけるか。はよスキル打て。今だったら2強にかかる。ああ、そっち飛ぶ。くっそ、早いわ。そうですね、諸葛震度と放射だったかな。ここの射撃とどう壊そうかな。2強がおるんやな。なんで虎は使えないですね。もうご了承たるか。自爆がおらんけんね。これで爆弾踏んだり寝返ったらもう諦めるしかないですね。よしよし、ええ感じですね。おっと、ここで寝返ったか。よし、これで壊れましたね。よっしゃ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 。あとはもうじわじわ壊していくだけですね。破壊率もまあまあ稼げてます。天意様々やね、今回も。天意おらんかったらちょっとしんどかったかな。だ、武将をどれも倒せてないので、城をターゲット直取りできなさそうだなというところはありますね。時間はあるのでじっくり攻めていきましょうか。これで豚甲は使い切ったか。どう出したらいくかな。2強死なんやろな。うわ、寝返った。うっとうしいな。2強狙っとくか。奉仕湧いたらうっとうしいもんな。あ、ちょっと見えんわ。見る余裕ない。よーし、これは嬉しいな。ひどい陣形でしたね。そしたら次行ってみましょう。はい、次の方も115ですね。
今孫権のままにしてるんですけど、ちょっとこのままやっていきましょう。また武将の位置がね、なんか気に入らん位置にあるんで、そうですね、回復報酬とはないのか。そしたらこの辺はドカーンと全部壊したいとこですね。で援軍はちょっと釣るのめんどくさそうですね。もう天に任せますか。入ってんのかな。うん、やっぱ入ってますね。土曜日にやらん方がええなこれで。そうですね、この辺は文王で狙ってもいいし、いや武将かな。絶妙な位置やな。そうですね、下主君ここらで文王行って、打ち漏らしたところを孫権でやりますか。うん、そうしましょう。で、自爆が煉獄と諸葛煉獄奉仕ですね。左側にねあんまないんですよね。なんかこれ打ち漏らしそうやな。まあまあけど行ってみましょうか。諸葛煉獄奉仕ですね。さあ天意のタイミングですね。いつ行こうか。宝刀ぶち殺しとくか。どうだ。お、今日は天意が冴えてますね。こんだけ天意が働くようやったら苦労しないんですけどね。あーそっち飛ぶか。まあそっち飛ぶわな。もう主君のスキルが、あーひょいで捕まった。凍りそうやな。凍ったな。よし止めた。もうそっち撃つなって。もうひょいで A 側から壊して。お、文王がええ感じで順、あーまた戻ったか。これで上が残るやないか。残ったな。お、とこ飛びましたね。ただこうなると法師塔が壊れるのかというとこになってきますね。どうだろう、いけるかな。頑張れ頑張れ。くそ、あかんか。もうそっち飛ぶなよ。なんか飛び方が悪いな今日は。2機はいなかったよね。よし、あー全部死んだ。まあそうやわな。これ大丈夫かな。寝返ってない。あーだいぶ死にましたね。もうしょうがないですねけど。こんなとこでどうでしょう。はい、で上側は結構壁しっかりしてますね。うん、どうだろうなこれ。ここ壁いけると思うんやけどな。こんな感じでどうでしょう。あんま時間ないなこれは。あ、寝返った。うわめっちゃ寝返ってるね。めっちゃ寝返ってるじゃないですかこれ。うわ全然気づかなかった。これはやばいな。あ、孫権出してないやん。何しよん。さっきからもう何をしよんや。今の寝返りかの風エゴかったですね。さあどうだ、際どい戦いになってきましたね。よしよし、ふう、だんだん苦労しだしましたね。そしたら次の方いってみましょう。やっぱ普段使わん武将使ったらさっきみたいに使うん忘れとったりするんですよね。割と早めに出していたらもうちょっと余裕を持ってクリアできたんじゃないかなと思うんですけどね。で自爆が流星と煉獄ですね。で、入ってる
この陣形は得意な陣形なので決めたいですね。で下主君、これはもう決まりですね。でこっちから文王なんですけど、絶影先行のおかげでこの煉獄島を壊すのに他の武将のフォローがいらなくなったので、ここら辺を そして孫権で壊そうかな。それで、天意、あ天意もおるんか、贅沢やな。天意でこっち行こうか。で打ち漏らしたやつを孫権で行きましょうかね。はい行きましょう。二騎おらんよな、見てなかった。二騎いない。おお出たわ、一騎無駄にしたな。まあいいか、これでできたらこうですね。はい、ちょっと1体ぐらい性能しつけとこうか。こっちも1体ぐらいつけとこうか。で、転移がもうちょい待つか、そんな焦らんでもいけそうですね。んこのぐらいかな。よし、はい、何らか勝ちますよね。絶影先行があると煉獄島にやられる心配はほぼないといった感じですけど、主君がちょっと怪しいなってきたな。おお。そしたらこの孫権猛角狙うか。これでどうだ。よし完璧ですね。案外主君が苦戦してますね。おおお、すごい際どかったですけどね。ここら辺に壁開けて弓騎兵突っ込んだろうか。これでだいぶあれもはやなるでしょう、削りもね。であれがおらんので二強がいないのでトラも出して、でもうここら辺はもう、太平出せますね。うん完璧ですね。こういう得意な陣形ばっかりやっていいんですけどね、もうさっきみたいなのはこらえてほしいですね。はい死にましたね。あとはもう煉獄とし何やったっけ、流星やったんかいな、ちょっと忘れましたね。まあただもういけるでしょう。もう出すか、でもはいクリアできましたね。これでまあ、12枚取れたので OK なんですけど、次の方行ってみましょう。はい次の方117ですね。お元祖苦手な陣形が来ましたね。うんただ絶影先行を手に入れたのであの頃のように苦手なことはないんちゃうかなと思うんですけど、どうでしょうかね。援軍が入ってる、今日は全員入ってましたね。しかもちょっと釣れそうにないので転移先出しでいきましょうか。この辺を狙っていきたいですね。まあわよくばここら辺も壊れたらっていう感じなんですけど、まあそこまでうまくはいかないと思います。で文王を右から出してここら辺を狙っていきましょう。で主君を上から出してここら辺を狙っていきます。で孫権で多分これが残ると思うんで、これを狙ってあとはちゃんちゃんでいけそうですね。で自爆が煉獄と諸葛震度ですね。はい行きましょう。タイミング的にはどのぐらいがいいかな、このぐらいか。さあどうだ。よしとりあえず回復は壊しましたね。星ともいけ。よしよし今日は天意がよう働く日やわ。こんだけ天意が働いたら言うことないですね。でフォローで奉仕を入れて、で、上から仕込んですね。これで様子見ましょう。よしThank you.
ちょっとけどなんか雲行きが怪しくなってきたような。どうだろうこれは。ちょっと孫権を出すタイミングを見誤っちゃってますけどね。ここら辺でね壊れるか。おお、いけたわ。いけましたね。あとはそうですね、この射撃塔は弓騎兵でいこうか。2強を読み忘れるんですよね。これでいけたでしょう。もう主君まだ生きてるわ。さすがに死にましたね。はい、そしたらあとはもう施設残ってないですね、ほぼね。うん、やっぱり転移が良かったですね。毎回毎回こんだけ働いてくれたらな、先行も楽なんですけどね。あとはもう寝返りだけやな。こればっかりはどうしようもないんでね。もう後ろにもついてますね。だからもう楽ですね。ここら辺も天下で壊しとっていいでしょう。よし、はい、今回はなんとかオールパーフェクトで行くことができました。ご協力いただいた方ありがとうございました。そしたら以上になります。次回もよろしくお願いします。